私もじゃあサンキュー。仕事ですか。あ寝てました。お疲れ様です。おつ。アイドルやってた時からもずっとそうだけど、本当みんなが普段何してるかは謎だからね。握手会とか公演とかでしかさ。 もちろん見かけけないわけでみんなのことはよくわからないからたまに詳しいね職業とかねの話をねこうあの「僕は私はこういうのしてて」みたいな自己紹介いっぱいしてくれる方もいたりしたけどほんとあの私のことが好きぐらいしか <laughs> 知らない <laughs>。 あ確かに着物の襟に見えるねこ,れここまでだと <laughs> ほんまやおーすごいな確かにおやすみのちゅうください嫌ですうん9時半まで残業してましたどこそれ私が何,さ何しとんねんって ゆうかちゃんに何しとんねんって怒りに行くからほんまあー焼き物はい週末をバイ服買いに行っとったいい服は見つかりましたか私は服を今捨てている 状態が多少綺麗でもやっぱもう23年眠ってる服っていっぱいあるんですよいつか着よういつか着よういつか着ようと思ってるとまた季節が過ぎてしまいみたいなそれがね多すぎてもうだからね今スカートがな何着あったんだろう多分30ぐらいあるかな けど10枚ちょい10枚ちょい選抜落ちさせた本当はあの服をもう10枚とかにしようと思ったんだけどさすがにお気に入りの服がありすぎて無理いや後輩はさ後輩でも着たい服あるだろうしさ私の好みが全部合うってわけでも。 ないだろうから服売らないよこうするとかさあとはショップに行って売るっつったて数百円にしかさならんもんや大体だ,だからもういいよいいよいいよもういいの。 回復を買わされてきたよ <laughs> お気に入りになるといいですねいやそう前はさ売ろうとかさ売うろ,ううろうと考えてずっとお家にやってんでもうあってもしゃあないよねってなって綺麗な布たちで大変申し訳ないけどね 誰かの手に渡んのも嫌だし <laughs> 自分が着たやつだからいいんですもうグッバイってことでいやほんとんかもう服5着やっぱ10着ぐらいの人になりたいもうなんならもうこれが あのりなちゃんの制服ですかっていうぐらいな,なんだろうもう T シャツにスカートみたいなあとトレーナーにズボンの人みたいな <laughs> あれその T シャツ何着持ってんのみたいな人もうそれぐらいの域になりたいなパーカーばっかり買っちゃうそうかそうか私もさなんかさ 黒のパーカーがさなんか3つ4つあってさいらんやんそんな黒のパーカーなんかももう何をしてるんやろ私はほんまにもうね私稽古が去年めちゃくちゃ続いてたじゃないですか舞台のもう最後の方ねもう服考えるのも,も稽古着持ってくのも嫌になって。 もうジャージで行ったよね稽古場 <laughs> 東京の電車つ,ついてるの夏はお家でよく着る T シャツがねありすぎるよもう生誕 T シャツなんて捨てれないしねあとライブ T シャツとか アリエルのフランダーとセバスチャンみたいね。懐かしいよね <laughs> ジャージにサンダルでコンビニ行かんわいかんわサンダル学年は持ってないなえそう靴捨てちゃってさ履く靴履ける靴がない <laughs> なんかさ真っ黒のブーツあの網あの 大学の卒業式の袴女の子が袴のさ下にさ黒いブーツよく履いてるのを見るかなわかるかなそれはねあのー、普段使いもできてすごい良かったのでめちゃくちゃ履きやすくてちょうどねいいブーツだったんだけどだいぶすり減ってきててだからもう 買い替えようと思ったんだけどその黒いブーツなかなかもう出会えないねないねないようん今残ってる靴もなんかよく分かんないし <laughs> でスニーカーとかさもうあるけど超あの合わせれないあの服と靴が合わないあのなぜなら虹色の靴だから。 <laughs> 虹色とか真っピンクの靴とかあわんわんほんとキティちゃんのサンダルにでかい犬がプリントされた謎の服着てる人どん気に入るよねえー、でかい犬ってどういう犬だろう えキティちゃんのサンダルは昔持ってた <laughs> で劇場でよく履いてたロッカーなんか閉まってあのー、ずっとさレッスンシューズだとさな窮屈なんだよねたまにずっと覆いかぶさってるからなんかサンダル履いてたりもしたな今日のパジャマ私の生誕 T シャツ着てるのあら 半袖寒くないのえすごいね T シャツなんて私しばらく着てないよ T シャツね自分のも全然着てないなミいキのはよく着てんだけど自分のは全然冬はコートやジャケットで中身をごまかせるわかる わかるよだってほんと外出る時とかさ、まあ、友達とご飯とかだったら一回コートとか脱ぐけどそうじゃなかったらもう何でもいいもんね <laughs> うん私の髪色みたいなブーツよく履いてるのえー、私もこういう色のえんじ色の足首の丈のアーミーブーツ持ってる。 けどねちょっと履きづらいんだよなんかちょっと底が薄いのか痛いなんかねいや私一生ミニマリストにはなれんと思うもうね家計がねミニマリストじゃないもんもうねだからね、あのー、一生物が多いっていう血がね流れてるんだと思うだってママも荷物多い人だし おばあちゃんも荷物多い人だし、えー、そのおばあちゃんも荷物多い人なんであっちゃあそのお母さんだからひ私ひいばあちゃんまでしかあの詳しいことは知ってないけどひいばあちゃんまで荷物もう多いからだからね無理よ今さらもう諦めてるよだって無理やもん <laughs> 3月でもすごい寒い日はあるけどね 大阪暖かかったそうだねなんか春っぽい感じでよかった冬でも半袖で寝てるの元気だね風邪ひかないでねあでも私のおとんもなんか年中あの半袖半ズボンで寝てる本当に理解ができないうん花粉がやばいんだ 花粉症じゃないんで大丈夫問題なッスナッシングナッシングナッシング冬のインナーはそうねほぼあのヒートテックもう完全にユニクーロさんにもお世話になってて今日は 今日はヒートテックじゃなくてあのエアリズム <laughs> だからねちょっと寒い寒いタイプの生地なんですよね <laughs> でもなんかさ毎年さだから夏になるともう閉まっちゃうじゃんで冬になるともうどこにあるかわかんないみたいななんかもうどうしたらいいんだろうねもう冬のうでしょいいよねわかるわほんとね どうしよう困ったね物多いですなかなか捨てられないあのオタクだとそうだよね <laughs> あのグッズた買うタイプのそれこそもう生誕 T シャツを買うってことはもうもういろいろ買う人でしょきっとライブとかあとは何だろう 生写真とかなんだろうなあデ CD とか <laughs> えオタク笑わんといてえ,えでもそうじゃないえ絶対ねえ圧縮袋に分けてるわ。えらい私こないださ服整理しとったらさ あの圧縮袋に自分の服を圧縮してたこと忘れてて2年ぐらい着てないみたいなあってびっくりしたあもう本当に私はどうしたらいいかわからない15分経過いつもは可愛いってありがとう今のこの生誕っティーは普段着れそうなやつばっかりやでおお偉い 私はもう,もうオタクであるときにしか着れない T シャツをずっと作り続けましたからねなぜならそんなおしゃれのデザインあの思い浮かばないんで着ないやつ本当と1枚持っ,って遊ぶ時友達と遊ぶもうまあプリクラぐらい本当なくて写真がびっくりしちゃった。 こんばんはいやーこんなにって思った写真を撮る文化がないので去年何着てたか思い出せないあそっか撮らんのかええ撮らないかそっか まあそうだよなだって私もだってだから人前に立たないから見せる必要がないから撮らないそうなると撮らないよねだから自撮りもしてないのびっくりだよはい私は0時以降でも配信が可能でございます今何時なのコーディネートはコーディネート 座布団マイナス何枚もらえますかねはいこれはもうね失格 <laughs> 初めから座布団をもらおうとするなんてあっ座初めからね座布団もらおうとするなんてねそんなのねダメよもっとあのー、何謙虚に もしくは全く何も考えないで言ってる人が座布団をマイナスされたりもしくはたまにもらえたりとかしてるわけじゃないだめだよ初めからねもらおうとしてるんでだめ <laughs> しかももうね 自分,自分でねもうコーディネートはコーディネートでもしかしたら座布団が「あもしろい1枚」ってなるかもしれないのに初めからマイナスだと思ってたら「そりゃダメよ失格 <laughs> <laughs> あ」あゼロ時ですかあ教えてくれたありがとう 僕は10年以上前に撮った照明写真のデータをプリントしてもういまだに通用しますおお変わってないのか <laughs> <laughs> そっか結構さか3か月以内の写真をとかねあったりするけど私の場合はどうしてたか、ね、し就活のさ時とかってさ3ヶ月もしくは半年以内の写真みたいな。 でも結構前に撮ってきれ,いきれいに撮ってもらってさでそれをしばらく使ってたからまあもちろんバレませんけどねなんか大してさ変わんないんだからいいじゃんって思うよねうーんと <laughs> パスポートで行けなくなったみたいなえみたいなで詳しく説明されないまま先生いなくなってなんかもう私たちに合わせる顔がないみたいな何か何したのみたいな <laughs> もう楽しみにしてさパスポート入はの、い えー、パソコンあるけど履歴書ってでもいまだに必要じゃない結構使うんじゃないのえ海外旅行ちゃう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 あれはねあれ20002019年うん2019年だよ まだ何も何もなかった時10年前は老けて見られたけどあれから見た目が変わってないで今は若く見られますおーなるほど見た目ずえで年齢確認されたおーあーそう 久しぶりにお顔見たいな、ね、2年前にイギリス旅行する予定だったけどコロナで行けなくなりましたもう2年かそっか残念やな行ける時が来るといいななんかさ若く私今23歳じゃん 年相応でも嬉しいし年,に年上に見られても全然気分は悪くならないし若く見られてても特別なんとも思わない今この23歳ってすごい中途半端どっちでもいい <laughs> 若作りしたいってわけでもそうね難しいよね覚えてないなうーんと 仮に今ヨーロッパに行けたとしても原油価格がめちゃくちゃ上がってえどういうこと上がったら何がえ問題え生活しないのに問題あんのあ割安とかそういうことあ間違えた円安ってことあそうだ。 美魔女美魔女よをよう覚えてるの美魔女がなんだかんだ言って魔女より天使がいいっつって美天使っつったんだ23歳は若いってあ飛行機のルートが変わんのえー、超わかりやすいに何東北えあそういうことあ 運賃が上が上るんだえー、そう思うかもしれないけどさ値上げしても結局さそしたらさもう,もう往復でプラス4プラス4万プラスえそれはでかいなそれはきついな円高がいいわかる。 g o t ーやってる時は神だあ、そう g o t ーやってる時は引きこもりでした引きこもりなっちえぇ、ー、あ、上飛べないのあ、そうえぇーマジえー、地球ってどうなってるっけえ、でもさえ、でもさこうここ日本な？日本で平面図だとさこっちヨーロッパ ややんんかかヨーロッパこっちやんかでここがえー、っとオーストラリアでここが日本ねでここがあの大陸ね大陸中国とかでこっちがさアメリカじゃんじゃあさこっちから行ったらいいんじゃないのこっちからアメリカのこっちから <laughs> こっちから行ったら遠いのほらなんか平面図だとさ つい日本が中心だからさ分かんないけどさ地球儀にしちゃえばさこう行けんじゃないの何どういうことじゃあこう行くってこと北極の方をえじゃあわざわざこう行くってことえ,ー、えだってそれ飛んでさそこ通る必要と通るの えどうやって行くんだろうわかんないわ誰かパイロットいますゴートゥーの時福岡に行って中心街の天神の高級ホテルが1泊2,000円とかでしたえー、すごいえー、お出かけしたんだいいね。 Go to なんててて関係ねえやーってっ持たわ何も活用しなかったわあパイロットいないのか残念だなえそう地球丸いからさ行けんじゃないかなーって思ったんだけど横は遠いんだえ逆風えー 近いのが近いんだえー、ヨーロッパは行ったことないなうんだからこうあって日本がこうあってこっちがヨーロッパこっちがアメリカの方うこの辺この辺にこの辺でしか生きてないと思う私この辺で完結してるくない多分シンガポール中国ハワイグアム とと、だ寒いとか <laughs> 地球儀で見るとよくわかるよそうだよね地球儀ね私どっかにあったんだよどっかで見たんだけど今すぐ出てこない後でもし見つかったらちょっと見てみよういや地球違う世界地図を見よう後で ヨーロッパへはシンガポール経由で行く便一回やっぱ乗り換えるのか一回うん私は日本から出たことがありませんあらそうなの 日本もさなんんんだだか言って広いじゃん日本にいるのに行ったことないところいっぱいあるもんね。私がさ住んでる場所だけじゃなくて住んでる場所はさもうなんか周りいろいろ知ってるけどさその大阪の中にもさいろんなところ住んでる人がいるわけじゃんその地域のことも知らないもうどこのこともうなんも梅だと何羽しか知らないもん私。 あ本州から出たことないなるほど沖縄本州にカウントされないのであれば本州から出たことはない沖縄は行ったことあるあでも石垣島とかもあるからまあそれは本州じゃないかだから私はあのー、北海道に行ったことがないんですね 飛行機は13時間以上飛べるだけの燃料を詰めないんだなるほど日本から直行便ニューヨークは限界、はああニューヨークアメリカ大阪市内も広いわかる大阪市内も全然知らん こんんなに住んでるん結局自分のお気に入りの場所しか行かないから阿倍の京橋もそうだね天王寺行った時は天王寺の駅付近で楽しむけどそれそのだキューズモールとか阿倍のハルカスとかそこでもう天王寺で遊ぶことは完結してもうそ,れそれより遠くは行かない。<laughs> 京橋こそ全然行かないさ行かない行かない昔稽古場が京橋付近ででも何があるか分かんないからさしなんか人の乗り換えめっちゃ多いしだからどこにも行かなかったねそう結局自分のエリアだけだよね 梅田苦手あそう梅田苦手かでもそれ言ったらさ名古屋駅もだいぶ迷路じゃないなんだろう新幹線あでも梅田は新幹線ないからなんかそういう東京駅もそうだけど迷子になる新宿駅もそうだけどなんか一定数そういうとこあるよね。 情報に行ったときは京橋で降りるのえー、なんで京橋乗り換えってこと安倍のハルは飛行機からしか見たことないです逆に飛行機から見ないですね大阪に,に着くときとかえー、天王寺上空通ってんだ 名古屋の地下街は4つがつながってるから4つもつながってんのあそうなんか JR の改札でも人いっぱいでそんな記憶がある地下なんても,もっといい何これと思って。 スマホでいや駅のマップってほんと見づらいんだよねスマホで駅のマップなんてあるなくないあってもわかんないよ駅構内みたいなとかだって梅田のさもし地図がさ携帯で見れたとしても何のこっちゃ分からんもんな絶対阿部の遥さんめちゃくちゃ高いのであそうなんや高いんやへえまあでも確かに 通天閣登った時すごい一目で分かった京橋は大阪城公園の端っこあえ京橋から歩くのえー、京橋通り過ぎるよね普段普通普通っていうかなんか私は毎回大阪城ホール ん大阪城公園公園駅で私はいつもおりますねきれい売り割りの天下一品でハンバーガー売ってたのにそれを食べに行ったことはありまえあそうそんなのもあるのんだうんあ日本で一番 高いビルなんだアベノハルカえー知らんかったそうなんや梅田のスカイビルよりも高いんだ何行きすぎてだいたい把握しましたおーそうかそうか把握できたか 私ももう難波のあの道とあの心斎橋に行くまでのあそこ何回行ったかな本当にうーんこんばんは京橋からすぐなのええー、知らんかったあ横浜なんてもっと行かないわ横浜で 横浜に友達いないし横浜で何かしようってならないし分かんないから何があるかパシフィコ横浜で握手会したこと以外はないねないね難波の地下街も結構複雑あーそっかーそうだねうん ナナンンバーウォークナンバーなんなんとかいろいろあるもんねナンバーウォークは昔よく通ったからなんとなくわかるけどいつの間にか店変わってたりとかするからねほんとでもナンバーは好きよナンバーいろいろ思い出しますからもうかえ帰り道とか <laughs> 今日は公園だとか ポジション覚えてるけど大丈夫かなみたいなそういう心配とかさしながら劇場まで歩いたよね「ナンバのあナンバなんなんって歌歌詞やと思ってたあそうなんかわいい <laughs>。 浜市は横浜駅からみなとみらい周辺以外は実はめちゃくちゃいなかった知りませんでした本当に横浜のことはよくわかりませんえあのさ横浜のさあのあれ何ていうのあ水族館あるところ誰か教えて水族館東京タワーを階段で登る 何してん大丈夫それやばくない <laughs> そりゃ死にかけるよああそうシーパラダイスシーパラダイスえなんかさ昔っからかどうか分かんないけどさやたらさドラマとかさ映画の撮影でさあのシーパラダイスめっちゃ使われるじゃないですかだからさ もう映画とかドラマでいっぱい見てるから見た気分にはなってるけどさ行ってみたいんだよシーパラダイスあ横浜だよね違うシーパラダイスシーパラダイス行ってみたい東京タワーの展望台に行ける階段がええー、そうなんや クラゲクラゲの何かあったっけえー、そう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  DCU で出てきてたねロケしてたね前さあとあれあのディープななんだっけ石原さんの石原さとみさんのなんかなんちゃら恋恋みたいな <laughs> あの人魚姫のやつあれでも出てたし あ,ーあとあれネメシスでも出てた気がするなんかめっちゃめっちゃ出るなって水族館の裏が裏方見学行ったことへえ上から見たのかいシーパラダイスの周辺は思いっきり田舎あそう そうなんだ全然ほんと知らないからなまあそれ言ったらさ東京ディズニーランドディズニーシーの周りも何もないもんね <laughs> びっくりするぐらいほんとにそれ以外はないもんねそういうもんなんやろなだからほんとにたまたまたまじゃないけど空いてた大きな 敷地にドンってドンンっっって作ってて作その周りは特別何もないですよみたいなそういう感じだよね浄水の機会がいっぱいあったお貴重な経験ですねそれはユニバーの周りもそうか何もないか結局あのユニバーサルシティみたいなところとユニバーで完結してるからそう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 本当にだから結局 梅田まで出ないといろいろないよって <laughs> ディズニーランド周りはもともと埋め立て地ああそっかそっかそれで開拓したんかねっ、うん、周り工場つったあそうなんや そうなんだへえんだかんだ言って自分の住んでる周りが一番好きだわなんかそりゃすごい思ういろいろ行くけどさだって梅田に住んでたら落ち着かないもん絶対ほんとに山へ行こうの部分も実は みなとみらいへえそうなんだみなとみらいも行かないなうんレッド・イット・スノーの MV はあれやったで原宿表参道あたりで撮影したあとは他はだいたいスタジオがね多いからねでねあのホテルからさ 車乗ってさでもスタジオに気づいたらついてるから大体その場所がどこか分かんないもう寝,て寝て気づいたらついてるからスタジオもめちゃくちゃさたくさんあるからね分かんないんだよねどここここのここなんですよんて言,言い難い <laughs> だからほんと外での撮影はそれがほぼ初めてだったかもな レッド・イット・スノーがそれがあんまない気がするラッチされて場所が分からないで、ね、ちょっと似てる確かに <laughs> ああらしくないのさ初め掃除してるシーンあるじゃないですかあのー、あのシーンさなんかのドラマで使われてたんだよ 水切りは田舎のローカルあそうなんだ家に色がない理由は結婚式情報そのさ MV の場所を見つけられた時ちょっと嬉しい <laughs> うんとは何 今までいっぱい撮影 MV 撮影してもらったからなうんどこが印象とかあんまないないのうんみんなの方がくや詳しいと思う多分 <laughs> 全然でもねあのあそこなんだっけ何の曲だっけ「普通の水」 普通の水はなんかね遠いところに連れて行かれた <laughs> 海海とかあるところ謎の小屋があってあっ馬いたからあれだあれ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 僕だけのシークレットタイムと場所一緒だった、ね、撮影場所そうだ一緒だった 僕らのシークレットタイムはあのー、2か所で確か撮影したからそうでも一緒だったんだよそう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  MV 撮影って基本寒いか暑いかどっちかだよね <laughs> なんか極端な気がするいつもみんなで暖を取るかみんなであっってながらるか。 だいたいなんかコート着てる気がする。途中下車。大宮鉄道？なん全然読めないんだけど。どん何の鉄道？ネットイットスノーってなんだっけってやめて。チームビー二になりたての時の曲よ。 ちゃんと思い出して。初めて言う神戸のお王子公演へえー、そうなんだ冬将軍の MV そんなのもっと覚えてないさでもあれはえでもうそもそも大阪で撮ったか東京で撮ったかも覚えてない えそうファッションチェックするやつそう大正解大正解よそう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 あとはなんだろうなーうーんドントルックだし僕以外の誰かもスタジオだったしシンまさかシンガポールはシンガポールでもちろん撮影したし MV は季節先取りだからなるほどだからかなんかいつも寒い寒い印象ばっかりあるんだけどえ冒頭の誘拐されるシーンはお台場お台場私?「風将軍のリグレット」じゃあ東京で撮影したってことそれも覚えてないや。 水切りえ群馬まで行ったっけだから本当に今どこだろうみたいなえ気づいたらなんかほんと東京出てるとか気づいたらえ千葉みたいなそういうの結構あるほんと寝てて起きたらついてる <laughs> ああチーム局の MV そうなんだよねなんで作れよ <laughs> 作り作ってよ作ってほしいよね見たいよね なんとも言えんのじゃあそろそろ終わろうかなと思います私配信を配信をえー、水切りは電車の中がいいわかる私かわいいよねかわいいよねあれねちゃっかりな位置に座って えー、ありがとう、えーつっ、つてくさん。十一位、ゆうかちゃん。十位、おおまささん。九位、ざっちくん。八位、わくやさん。七位、かみ。ダニエルさん。六位、ひかるくん。五位、しろうさん。四位、まっきーさん。三位、かずりさん。二位が、やまちゃん。一位が、まさくんでした。どうも、皆様、ありがとうございました。 ありがとうございましたまだ始まったばかりではありませんほんじゃみんなまたねちゃんと寝るんやじゃあバイバーイ